これで新しい料理を作ろうと思う。香辛料は私が管理しておくから。あんたたち執行隊が連れてった人の仲間だろ。出てってくれ。巻き込まれるのはごめんだ。すぐ出ていくから質問に答えなさい。その執行隊はどこに向かったの？シスロだ、主婦だ、そう言ってた。やっぱり。しかしなんでこんなことに。ここしばらくこの村で騒ぎなど起きたことなかったのに。これ以上は時間の無駄のようね。お仲間を取り戻したいなら急ぐことだ。シスロ殿に連れて行かれて戻ってきた奴はいないんだ。おい、やめとけ。せっかく助かったのに。構うもんか。密告した気りゃすればいい。シスロ殿は収容所なのか。主婦なんだろ。主婦だとも。だが同じことだ。移動を禁じられてる俺たちにとってはな。俺の親も兄弟も蛇の目に連れて行かれてそれきりだ。きっともう生きちゃいない。行けよ。それで一人でも多くの蛇の目を殺してくれ。行こう、シスロ殿へ。ここの人たちにとって蛇の目というのは本当に恐ろしい存在なんだな。スルド・ガナベルトの手先として実質この国を支配している奴らだからね。目をつけられたら最後。そしてジルファはシスロ殿か。途中で追いつけるといいが。私はもともとみんなをシスロ殿に連れて行くつもりだったわけだけど、一つ忠告。忠告？シスロ殿へはこの先にある森を通るんだけど、すごく危険な場所なの。ズーグルか。うん、狼のね。ひときわ大きいのが群れを率いてる。私も雪道に襲われて、それで仲間とはぐれたんだ。わかった、気をつけよう。危険な森に挑むんだ。準備はしっかり整えておこう。リンウェル、怪我をしたらシオンに言うんだぞ。他人ばかり見てられないわよ。はあ、できたわ。食べなさい。シオン、少しいいか。休もうとしてたのに何か用？いや、用というほどのことじゃないんだが。ならもう横にならせてもらうけど。少し話すくらいのことがそんなに面倒か。
逆に聞くけど、あなたはなんでそうすべきだと思うの？なんでって、普段から話してないと、いざって時に困るかもしれないし。いざって時って？急に具合が悪くなった時とか。治癒術を使えば済むじゃない。シオンはそれでよくても、頼みたいやつは言い出しにくいかもしれないだろう。必要ならそう言えばいいだけだわ。私が意地悪して断るとでも思ってるの？そういうことを言ってるんじゃない。じゃあ何なの？回りくどい言い方はやめて。俺が言いたいのは、つまり一緒に行動するなら、いがみ合ったままよりそうでない方がいいに決まってるってことなんだ。よくわからないわ、うん、でもあなたがそういうことを気にしているというのはわかった。あなたに余計な負荷をかけたいと思っているわけでもないし、だからできる範囲でもう少し話す機会を設ける。これでいい？ああ、十分だ。なら今日はもう休ませてもらうから、おやすみなさい。少しは分かってもらえたのか。そろそろ休みましょう。それでいつまでこうしてるつもりなの？ずいぶん悠長に構えてるように見えるけど。別に悠長になんて構えていない。そう？ならいいけど、またすべきことを忘れたのかと心配になったわ。言われなくても分かってる。アルフェン、こっちは準備できてるよ。ああ、分かった。寝る前も話し込んでたよね。あの光目と何話してるの？特別なことは何も。ただ話せば少しは打ち解けられるかと思って。なんで？レナだよ。協力し合ってるのは知ってるけど、仲良くする必要なんてないじゃない。この先も当分一緒に行動するんだ。ずっといがみ合ったままじゃまずいだろ。それにどっちかが命令するだけじゃ、俺たちがされてきたのと同じだ。できることならお互いのことをちゃんと分かった上で対等に協力したい。だからって、だいたい向こうもそんな気はなさそうだけど。ジルファがいなくなった途端、このざまか。こんなギスギスしてたんじゃ勝てるものも勝てないけど、どうすればいいんだ。とにかくもう少し話を重ねてみるしかないか。
先を急ぐわよ。ここが例の狼がいるという森か。ジルファたちの気配はなさそうだな。うまくやり過ごして森を抜けたか、それともすでに襲われたか、どちらかね。嫌なことを言う。事実を言っただけよ。急ぐんでしょ。大丈夫だよ、フルル。視界が悪いと進むのも一苦労ね。ああ、うっかり道端にあるものとか見逃さないようにしないとな。まだいい方だよ。ひどい時は道に迷ってもそれに気づかないほどなんだから。何かに見つかりそうだな。感じた。ジルファを追わなきゃいけないってのに迷いそうだ。村と主婦を結ぶ街道なのになんでこんな入り組んでるんだ。しかもなぜズーグルがうろついているんだ。見張りとして置かれてるんだと思うよ。レナはズーグルを制御できるから。文句を言っても始まらないわ。早く抜けてしまいましょう。
来るなら来い。まだまだ上を目指す。なんとかなったな。向かってくるものはしょうがないでしょ。服が凍っちゃうよ。ありがとう、シオ。できることをしただけ。行くわよ。やっと叩き切れます。
上出来ね。どうした？巨大な狼。じゃあこいつが。下がってろリベル。ダメだよ、私も戦う。追わさせてもらうぞ。大きくていい的よ。あいつの速さを甘く見ないで。立てよ、約束。私に任せた。こっちは終わり。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。決めて。こっちの番だ。水の力で。任せてくれ。炎よ。やっと。巻き込め。たたきつける。炎よ。巻き込め。やっとけ。宿りで力で魔王へ行くよ。終わりだ。ランク券。炎よ。炎よ。
金槌の音っていいよな。
何者だったのかしら。ひょっとしてあれがこの国のスルド、ガナベルトなのか。スルドが一人で外をうろつくとも思えないけど、それにレナ人がズグルを殺す理由がないわ。何にせよ顔を合わせなくて正解だったみたいだ。見ろよ、全て人たち、ただ者じゃない。大丈夫か。うん、今はジルファを追おう。それにしても恐ろしいやつだったな。あれがスルドでないなら何なんだ。わからない、あんなやつ見たことないよ。何者にせよ味方じゃないことだけは確かだな。また現れたりしないといいけど。あれがシスロデンだよ。あの光は何なんだ。街を照らしているわけじゃなさそうだが。あれがこの国のすべて、言ってみればわかるよ。どうしたんだ。ビエゾを倒した矢先に現れたリンウェル、たまたま村で敵の一員として居合わせたジルファの息子、村から逃げた私たちを追ってこなかった蛇の目。これは本当に偶然なの。罠だって言うのか。そんな、私は精霊術のことがなければ疑うところだけど、それは考えにくいわね。自覚のない駒かもしれないけど。狙いは何だ。ジルファを捕まえるためか。わからない、ただあまりにできすぎているというだけ。考えても仕方ないわ。どの道私たちはスルドの元に行くのだし。どうやって入るの。え、まさか蛇の巣に正門から堂々と入るわけじゃないんでしょ。町のそばの泉、その近くに抜け穴がある。そこから入れるよ。野宿は嫌なの。そっちに何かあると言いたいみたいだな。
お友達がいるの？どうなってるんだ。急に様子が変わったぞ。雪が消えて寒くもないわ。一体ここは？なんか奥にでかいのがいるぞ。ズーグル、いやフクロウなのか。クルル、フルル。フルルも警戒してないし、危険はなさそうだよ。近づいてみるか。油断するなよ。いきなり物をよこしたりして、どういうつもりかしら。ハウハウ、ハル、あのフクロウ、ひょっとして。うん、前に助けたフクロウだよ。じゃあさっきのはお礼のつもりかな。仲間を助けたことへの。おふん。フルルと比べて大きいだけでなく、なんていうか、あ、妙に立派ね。案外フクロウの王様だったりしてな。なら隣にいるのは差し詰め女王かしら。女王？どう見てもつがいだもの。ほら、ここはフクロウたちの住処か。こんな広い場所なのに、私たちがあのフクロウを助けるまで2羽だけで暮らしてたのかな。もういないと思ってた仲間がいた。その上王様と女王様までいたんだ。案外探せばもっと他にもいるかもしれない。リンウェルだって世界の隅々まで探したわけじゃないだろ。それは、うん、そうだね。ね、フルル。フル？もっと仲間を見つけてさ、この場所を教えてあげようよ。あ、旅のついででいいから。ダメかな。構わないさ、たくさん見つけてやろう。ありがとう。リンウェル？ううん、なんでもない。さ、行こう。Thank you.
Thank you.